それ前回も。ああ、やあ、か、うわ、ピンポイント。いやあ、そこっすね。そのうち日本もだからああいうフランスみたいに多国籍の人が普通にもう、ああ、すれ確違かうに時代にね。ね、なるんじゃないかな。まだ島国なだけに、ね、陸からのあれがないから、まだあれですけど、ね。でももう、だってコンビニだにしても何まあ、にしても、もう働いいらってしるゃい人まは、すね。まあ、あれですもんね、日本の伝統芸能とか、なんていうんですかね、そういう製造に関するお仕事だったりとかでも、外国の方がね、なんか受け継いでくれたりみたいな話になってますもんそね。ういうのもね、やっぱありますし。なんか盆栽とかでも、なんか、何人だったかな、なんか白人の方がね、弟子になってましたよ。そういう番組やってますよね、そういうのねえ、ね。ありますよね、テレね、ビで見たんそですよね。意外とその外国の方の方が、ある程度、もともとそういうのを好きで学びたいって言って来てるれ。そうかですら、ね。日本人よりも熱心だったりとか、そうなんですよね。日本人ってもう、ものがあるのが当たり前になってるから、あんまりこう、なんていうんですかね、もう別にこれ一生懸命やんなくてもいいやとか、もう便利なのが当たり前だから面倒くさいみたいになっちゃっそうてなんですよて、ね。逆にその途上国の方とかの方が、コツコツやることを厭わないとかそうですありね。ますもんね。なんですかね、野村さん、ノブさんが、まあ、お亡くなりにお亡くななられりたじゃにないなですりましか。たね。で、やっぱ、やっぱ、戦争でお父さん亡くされて、だから生まれてだからもう気が付いた時には、もう片親で、お母さんがやっぱり苦労してる。家が貧乏でっていう。で、やっぱり自分が、だから、こう野球で、でもやっぱりどうしても稼がなきゃいけないっていうか、だからそういう気持ちで、だから、やっぱ稼ごうっていう、貧乏だから稼ごう。ね、もう必要に迫られそうてそうるのもあそるし、ハングリー精神が。う。そうなんですよ。で、うちの父親もだから戦後の生まれて、やっぱり食べ物がなかった時代なんで、だからやっぱりその食べれないからやっぱ稼ぐしかないっていうんで、一生懸命だから仕事を、まあ、してるんです。だからやっぱ、なまじ豊かに暮らしていくと、そこに対する執着がないですないんね。ですよね。だから実際自分もだから、本当にないんですよね。だから、確かに。逆にだからこれっていいことなのか悪いことなのかも難しいとう、こですよね。なんかだから言ったら、今50代とか60代の方は車買う、家買うっていうのを目標に、やっぱりたくさん稼ごうって、何でしたっけ、猛烈っていうんでしたっけ、なんかの世代だと思うんですよ、若い時は。でも今って別に車なんかなくたって生活困んないじゃんとか、まあ別にっていう気持ちが、私もそうなんですけど、最低限暮らしていければいいや思考なんですよね、なんか。最低限というか、もうまず最低ラインが豊かですよね。そうなんですよ。別に便利になってるし、あんまりそんなところで自慢してもしょうがないとか、なんか変に目立つとかえって危ないとか、そういう意識があって、なんかどうだっていうふうにしようっていうのはないですよね。だからそれって、だからやっぱり、なんていうんですかね。まあ、だから、やっぱ、将来に影響しますよね。まあ、良くも悪くも、良だくから、も悪くもでしょう子供の頃の、やっぱね。りそういうコンプレックスが、大人になっそれて、はそうです影響するからじゃね。ないですか。そう、だから、まあ、お父さんが頑張って働いてくれたおかげで不自由してないから、そうです。ね。それに対して、なんか、
自分で何とかしようって気持ちはもうないってことですよね。だから親は自分が苦労したことを子供にはさせたくないっていう気持ちで、だから段階の世代とかそうじゃないですか、うんうん、そうですね、高度経済成長期があって、うん、でもなんかそれで育った子供って、まあ、中国でよくあるのは2世とか、あとね、あの政治家の2世議員とか、やっぱりボンボンで育ってるから、あの、まあ、あの苦労知らないから苦労してる人の気持ちがわからないじゃないですか。そうですよね、お金のありがたみがやっぱわからない。なんだろう、亡くなって初めてわかるものなんですよね、何事も。 あって当たり前だと別にそれをいいこととかありがたいこととは思わないですね。で最初からないとやっぱりこう、うん、で周りも苦労してるから何とかしなきゃーっていう気持ちがやっぱ根本にあると、うん、すごいだから人って働くんですよ、うん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 、昔はだから手動かして物を作っていくとかっていうのが普通だったけど、今はなんか別に何ですかね、実体のないものを動かしてるというか、金の稼ぎ方が変わったから、だから有能な人だったら別にたくさん時間取らなくてもお金稼げたりするし、その辺がすごくちょっと、まあでもやっぱり情報社会だから、その情報を使っていかにこううまくお金を動かすかっていう部分ですよね。だから割とどっちかっていうとたくさん時間を働くというよりか、なんかいかにそういう情報を知ってるかとか、そうですね、時代を先読みするか、ね、そう、センスと言いますかね、先読みのね、目とかが大事になってくるのかなっていう。そうですね、だから、まあ、学歴は必要だけど、まあ、本当にもっと他のこともやらなければ、多分これからは無理じゃない、まあ、公務員になるしかないですよね、これ。そう、ただ結構ね、あの いろいろ今、またその辺もね、もう神話がなくなってるというか、ここに企業に入ればとか公務員になればってもんでもないんで、まあね、出世もありますからね。そうなんですよ。なんか今だからね、そういう意味もあってなかなか皆さんそういう風に思考が違ってきてますよね。ね、だからまだマジ YouTuber がね流行るんだよね。まあ確かに。あれも大変ですからね、本当。まあ、YouTuber も実はね、楽ではないですよね。いや、本当ですよ。なんか、ヘカピンさんとか、むしろ、なんか普通の人よりも働いてんじゃないかな、みたいな、なんかだって。いや、それありますよ。ね、毎日投稿するとかって、全然普通の社員より毎日やってるって大変ですよね。まあ一人でやってるわけないですからね。まあ、ね、編集するスタッフがいて、ね、まあ、手伝ってくれる人がいて、まあ取りだめしてしまえば、ね、まあ何日か休みの日取ったりもできるんでしょうけど、ただあれ大変ですよね。あのしかも何万人っていう人が見るってなってると、そうですね、本当に言うこと、言い方一つも大変っていうか気を使うっていうかね。もうプライベートも危ないですね。ないよ、ないですよ。家も特定されたり、ね、脅迫がもしかしたら来るかもしれないね。そうそうそう、どこでどんな人に見られて何て思われるか分かんないからなっていうのありますね。前回も、まあ硬いですね。固まってますね。まいったな。これですよね。ソーセージとかっていうよりはもう、ね、なんかあのサラミサラミみたいな、そうですね、水分がもっと少ないやつですよね。いてててて、ですかって、硬いっす。いや、なんだろう、食べ物に例えると何に近いだろう。チーズっぽい感じとか、なんかちょっともっと固形っぽい、なんかソーセージとかもうちょっと柔らかいイメージがありますけど、
全然まあそんなもんじゃないですね。歯ごたえ十分ですよ。そうですね。それこそジャーキーとか、そういうなんか水分抜いてる、カリカリしてる、コリコリしてる感じですよね。昨日なんかその辺、あの電気屋がずっと当ててまして、そうだったんですね。届かないですけど、まあそうですよね、ちょっとね自分では。でもあれ、ここ吸うのに悪くないですけど、ここまで凝り固まっちゃったこのね、取れないかなって感じしますね。難しいですね。あのむくみとかにはねすごい効果高いですけど、このちょっと奥の凝りとかはちょっとね、なんかこの間、あれでしたね、あのマッサージは、一時的だから、言いました、やりました、やっぱり、ね、そういうことを言う人っていうのは、ね、あれですよね、やっぱ知らないっていうか、自分がそういう状況じゃないから、ね、そういうふうに、ね、やっぱ知らないからしょうがないですよね。まあそうですね。いや、本当ですよ。なんかでもみんな歯磨きするじゃないっていうすごい、あの一時的だからっていう理由でやらない人いないと思うんだけどなみたいな。だからですよ、あの、虫歯ですよね。だから痛くなければ行かないけど、痛くなったらもう頼んでも行くじゃないですか。そうですよね。そうなんですよ。歯根もね、ほっとくと広がっていきますしね。そう深くなりますし、まあ、同じ感じなんですけどね。で、ほっといても絶対治らないですからね。そうなんですよ。で、仮に治してもまた手、あの、ケアしなくても、そう。だからたまにあの、これもあの渋谷で言われるんですけど、あの肩こりほぐしたらもうずっと治りますかって言われるとこたまに、そんなわけないですね。マッサージしてもまたなるからなとか、ああなるほど、またなるから意味ないっていうのは違いますよね。だからまあ、だからまあ本当に心の中では、じゃあ、好きにすればって思う。まあそうですね。まあ本当好きにすればですね。まあ実際それは自由なんで、ただなんか自分がそう思うからといって、それをなんかあの決めつけて他の人にまで押し付けてたりするともうダメですよね。そういうことです。うん。まあ、みんなね、それぞれ。自分がいいと思うようにやってくださいって感じですね。ただちゃんと情報を知ってから選んでくださいねって感じですよね。でその中でね、相性が合う合わないはね、それもそうですし、あとその何に重きを置くかとかはね、個人個人違うので、納得したところに行くのがいいと思いますよって感じですね。まあ、そもそもほら、ね、自分の体が悪くてるのは自分なんだからね、やっぱ自分でやっぱりちゃんと正しく、やってくれよっていう、まあ、そうですね。でこっちは、ね、来ればやるけど、あの全然来てくださいと言わないですか、ね、あ、私もそうなんですよね。なんかその会って来たかったらまたご連絡くださいみたいな感じなので、にそれでなんか頼られちゃってもね、あの、その全責任は負えないですからね。もうそのやっぱり普段の生活がものを言う部分も大きいので、うわー、キャーキャー、ピンポイント、いやそこっすね。うわっちゃー、ほんと電気ヤンマーじゃそこうまく当てれない。あ、そうですね。というか凝りを捉えるのが多分難しいですよね。なんとなくその表面を全体的にはできるんですけど、狙って凝りを部分的にっていうのはちょっと難しいから、背中は厳しいですね。しかもこの肩甲骨の内側とかはね、自分では多分
なんかあのさっきの一時的な話なんですけど、人によってはというかあのうまくはまれば、例えばずっとなんかその頭痛とかが続いてた方がうち来て取れたから全然来ないでよかったんですよみたいな方もいらっしゃるんですよ。あ、なんかすごく気になってたことが1回施術受けただけなのにそれ以来全然出なかったんでとかっていう場合もあって、あ、なんかでうまくはまるとその要因になってたコリがとかっていうので、あのしばらくとか結構長いこと、はいはい、うん、出ない場合もありますし、やっぱそのこれの原因のパターンによりますよね。そうですね、うん、多分なんかきっと、うん、歪みがなくなって、それがまたはまって、うん、あ、そうそうそう、それとかもそうですよね、歪みとかのケースもあるし、あ、精神的な部分ですかね。もそうそうそう、人の体ってやっぱまだまだ分かんないところ多いので。そうですね、それこそだってカイロの最初の話だって難聴だった人がカイロで治ってますからね。そういうエピソードがあるぐらいなので。そうですね、なんかどこの神経がどう作用してどういう影響があるかってあの 100% ってないですからね。個人差がどうしてもあるので。だって医者だってそうですよね、うん、医者だってまあ腕のいい人だって 100% の蘇生率とかではないですからね。そもそもこういうコリなんてね、医者わかんないですからね。まあそうだ、そうだから見るところとかなんだろう、で なんですかね、得意分野がまた違うというか、はい、なんか西洋医学と東洋医学をあの箸とフォークとかにあの例えてる人がいましたけど、箸の方がつまんだりとかは得意だけど肉を切るのには向いてないっていう、ナイフフォークのカトラリーと箸ってまたね、そうそうそう、だからそれこそ使い分けなんですよね。その状況によって合ってる場所とか店というか人とか違うので、まあ切るのはもう最終手段ですね。まあそもそも自分の健康を人に委ねるようになったら終わりですね、本当に。あ、まあまあ 100% で委ねるようなね、そう自分の体が動くうちはね、やっぱり自分である程度あのに把握していったりと改善する努力は必要ですよね。だからよく俺自分の例えだとゴミ屋敷を例えるんですよ。おお、なるほど。ほら、食べ込んじゃって、あ、はいはいはい、ね、先生も言ってましたよね、なんか、ね、私も掃除っていうふうに言ってましたよね、言いました。で、自分じゃもう処理しきれなくなったから、まあ、業者に頼むとか。でもそうなるともうあまりにもひどいともう壁削ったりとかしないといけなくなる、なんかさ、シミがついちゃったりとかしてたらね。そう、結局だから散らかるからまあいいやっていう。あ、そうそうですね、どうせ片付けたってまた散らかるんだしっていうふうに考えるかどうかですね。そういうことです。汚れも放置すると取れなくなりますからね。そういうことですね。あとやっぱり本当ゴミ屋敷レベルになるとなんかネズミとかハゴキブリとかね、もう出てきちゃいますしね。いや、それ合併症ですよね。そうです、まさにそうですね、合併症ですよね。そのうち自分のゴミに溺れて、あの息ができなくなっちゃう。確かに。だから結構そのようにしてね、やっぱ溜め込むのは良くないというか、汚いのを放置してはいけないっていうのはありますね。そうなんですよ。まあね、だって例えばそれが2階だったりしたら床が抜けたりするわけですしね。そうですね。あれでも人間の出すゴミっていうのもすごいようになるんですよね。いや、考えられないけどな、何トンとかになるんですよね。普通にあの生活してるだけでもホコリがやっぱり溜まります。そうですね。そうそうそう。抜け毛であったりとか。そうですね。その服のね、繊維だったりとか、あれあの刑務所で暮らしてる人の本で出てきたんですけど、毎日掃除してるのに結構な量のゴミが毎日溜まってるって。そう、あの狭い独房の中でも掃除するんですって、そうするとほうきで集めるんですけど、ちりとりに、そうするとなんかこう、まあ、手のひら片手のひらにはいっぱいになるぐらいはあるらしいんです、ね、だからそのほこりとか服とか頭の毛からとか皮膚とかね、なんかいろんなものが、ね、外から入んなくても あるんですね。そうなんですよ。まあ、ね、天井とか壁からね、なんか少しずつ取れてくるものとかもあるんでしょうし、そうですね、
よくテレビのブラウン管、今ブラウン管はないからあれだけど、静電気とかでやっぱりテレビにホコリがいっぱいつく、いっぱいつきますね、うん、だからあれがだからすでに空中に舞ってると思います。浮遊してるんですよね、そうですよね。そうそう、なんか晴れの日とかね、布団からとバーって出てたりしますもんね、あのほこり干したりすると、はいはい、あれすごい量ありますもんね、キラ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 。うん、だから人間もやっぱりこう動いて生きてる動いてる間は体の中がそういう老廃物がやっぱたまる、そうそうそう、ね、それはいっぱい出ますよね。そうですよね。だからまあやっぱそれをまあ自分で処理するか、食べてから一人頼むかの違いじゃないかなって。そうそうそう。今思い出したんですけど、歯をね磨かないことって歯周病のリスクだけじゃなくて、風邪とかも吹きやすくなるんですって。あ、そうですか。なんでかっていうと、口の中がネバネバしだすじゃないですか。口の中きれいにしとかないと。で、あれがなんか喉のバリアを壊すらしいんですよ。そう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 、そういうなんか口の中の細菌とかが増えるとバリア機能を壊す働きがあって、まあだから要は よだれも綺麗なよだれが守ってくれてるうちはサラサラしたよだれでなってる時は虫歯になりにくいんですよね。っていうのは口の中だけじゃなくて喉まで影響があってらしいです。風邪とかインフルエンザとかそういう、喉も荒れやすくなるなどから入ってくるので、そうなんですって。だからその口の中をいい加減にするってことが全身の健康にも左右するという。口の中も大事ですね。そうなんですよね。いやー、今度仰向けでお願いいたします、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも、はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。哲也さんのチャンネルもあります。はい、はい、あのね、ダンサーセラピスト哲也、ね、下に概要欄に、ね、あのリンク、はい、貼っていただきます、ね、はい、貼っておりますのでよろしければご覧ください。はい、では See you。